です。お忙しいこの時間にご一緒させていただき嬉しいです。いつもありがとうございます。この番組は私ががんを経験して出会った食や健康のスペシャリストの方々をお招きして、私がいただいたたくさんの情報や勇気を大切なあなたにもお届けしたい、そんな思いで放送しています。今日はね、第59回放送ということで、はい、極陽会なんて、はい、なんて、うん、はい、まあ、お盆も近いですので、うんうんうん、そういったことにちなんだテーマをお話ししようかなと思います。はい、楽しみです。さあ、先週に引き続きお越しくださいました本日のゲストの方、ご紹介いたします。セレモニー司会スタッフ事業 MC ボイスやメンタルアップ事業ボイスアップ、それにブライダル事業イルクオーレなどの人々の生活の中の嬉しい時、悲しい時、悩む時、祝いの時と人生の節々に関わる事業を展開されていらっしゃいます、ボイスコンシェルジュ代表の北小路美希さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは3人でまたまた元気にタイトルコールをお願いしたいと思います、はい、心、体、健康、きれい情報番組、今からここからスタートです。結婚式も新居も新婚旅行も諦めない、50名様以内のゲストならとびきりおしゃれで美味しいレストランウェディングはいかが。申し込みから最短1ヶ月、持ち出し金0円目標で人気レストランやカフェで叶える、もっと気軽にもっと自由な結婚式を。栃木レストラン&カフェウェディングプロデュースイルクオーレ、検索はイルクオーレ .net でどうぞ。この時間は今からここからお届けしています。エイトノットラウンジ、そして番組応援団の皆様の提供でお送りしています。本日の番組応援団です。レイコさん&マサキさん、伊藤文乃さん、大豆大好きさん、ブライダルからご葬儀まで思いを形にするお手伝い、司会セレモニースタッフ手配事務所 MC ボイス、オーガニック食品とオーガニックデリのララカフェ、福島県食育協会理事斉藤俊恵さん、ジーザスセンター、高根沢皮膚科クリニック、障害者雇用を企業とともに考える一般社団法人ブリッジ、アラボンヌママン、皆様に寄り添いとよ共に歩む不動産と法人個人再生コンサルタント有限会社ミキハウス、未来共に進む、以上の皆さんです。ありがとうございます。続きまして、医療法人高根沢皮膚科クリニックからのご案内です。あらゆる年齢層やライフスタイルにおける皮膚のお悩みにお答えし、皮膚科として専門性を生かした医療をご提供いたします。高根沢町宝石台でお待ちしております。続いて、ジーザスセンターからのご案内です。ジーザスセンターはプロテスタントの教会です。毎週賛美歌やゴスペルを歌い、世界中のベストセラーである聖書から共に学んでいます。毎週日曜日、宇都宮市下岡本の教会で10時30分からプログラムを行っています。現在、毎週日曜日10時30分から YouTube と Facebook で教会の様子を配信中。ぜひチェックしてみてください。ホームページは jesuscenterjapan.com です。さあ、本日も NPO 法人メディアアクセスサポートセンター様のご協力により、リアルタイム字幕に挑戦しています。見るラジオ M プロジェクト、はい、こちらは番組のホームページをご覧ください。はい、番組のホームページはカタカナでエイトノットラウンジ、
あるいは数字の8と書いて8ノットラウンジで検索してください。トップページの YouTube 画面から字幕配信をご覧いただくことができます。はい、ぜひご覧ください。さあ、そして本日もメッセージどしどしとお寄せいただきたいと思います。メッセージの送り先はメールまたはファックスでミヤラジ宛てにお願いいたします。 E メールアドレスは数字で773@miyaraji.com、ファックス番号は 028-666-7878。 またスマートフォン用専用アプリでお聞きの方はメッセージボタンを押していただきますと簡単にメール送信することができます。たくさんのメッセージをお待ちしています。さあ、ということで、はい、極陽の日59回目のゲストさん改めてご紹介させていただきます。ボイスコンシェルジュ代表の北小路美希さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ね、先週に引き続き2週も本当に貴重なお時間をいただいてありがとうございます。こちらこそもヘッドホンのある場所も分かりまして、大体このスタジオ内が馴染んできました。どうなってるのか馴染んできました。準レギュラーという感じで本当に嬉しいです。ありがとうございます。頼まれなくてもどっかにいそうな感じですよね。頼もしいです。頼もしい。そして楽しみです。はい、はい、ということで本日のテーマなんですが、番組59回を記念しまして極陽スペシャル、まずはこちらのコーナーから。お盆前ということですし、毎日暑い日が続いておりますので、本当にあった奇妙なお話を北小路さんにご紹介いただきます。はい、私ご葬儀業界が長いんですけれどもね、はい、やはりその手の話を聞く機会もよくございまして、今日は私がストーリーテラーとなって聞いたお話の中から2つ皆様にご紹介をさせていただきます。なんかこの曲だけでちょっと怖いんですけど本当ですね。それでは皆さん、しばしゾクッと体を開していただきましょう。皆さんは幽霊の存在を信じてますか？私は霊感など一切なく、幽霊話も信じない方でしたが、あの日を境にこの世には生きている人間とは思えないような、信じられない存在があるのだと思うようになりました。こんな平凡な私が生き霊を見たあの日から。あれは私が高校3年生の大学受験で、入試の前日、東京のホテルへ宿泊し、近くのレストランへ母と夕食に行った日のことでした。長細い店内は、中央の入り口から客席が左右に分かれていて、入試前の緊張している私を気遣い、母は誰も座っていない静かな左の席へ私を連れて行きました。私は入り口が見える奥の席へ、母は入り口に背を向ける手前の椅子に座り、注文をしてお料理が出るのを待っていると、入り口に母親と思われる女性と小学校低学年くらいの女の子1人、それに5歳くらいの男の子が2人、メニューを指しながら立っているのが見えました。それに気づいた店員さんが、お客様、3名様ですね。好きなお席へどうぞ、と声をかけ、その親子は私たちが座っている左の席へと入ってきました。あれ？ 4人いるのに店員さんからは見えなかったのかな？そう思っていると、母親と女の子は私に背を向けて座り、男の子2人が私に顔が見えるような位置に座ろうとしていました。私にも小さな妹がいるので、なんとなく子供を見ているとほっと癒され、つい目が行ってしまっていました。男の子2人のうち、1人はおとなしく椅子に座っているのですが、もう1人の男の子は椅子から立ったり、席から離れてちょろちょろしていました。
その行動がだんだんエスカレートしてきて、ついには私たちの席の横あたりまで来ては、壁を叩いてみたり、通路に置いてあるナイフやフォークの入れ物を触ってみたり、よく見ると、男の子二人は同じ服装で、顔もよく似ているので、双子さんなんだなと思いつつ、母親はどうして注意しないのかと思っていました。その瞬間、いい加減にしなさい!という母親の大きな声が響き渡り、親子が座っている席へ目をやったところ、おとなしく座っていた男の子に母親が注意をしたようで、その男の子は下唇をかみしめ、今にも泣きそうな表情でうつむいていました。そしてその横にもう一人の男の子も、同じように下唇をかみしめ、自分の母親をにらみつけ、くしゃくしゃにゆがんだ表情で、まるで鬼のような形相でした。私はその男の子の表情に驚いて、母に、ねえ、お母さん、あの男の子の顔、怖いよ、見てみて。そう伝えると、母は振り返り、え、おとなしく座ってるじゃない。と一言、え、待って待って、もう一人の立ってる方だよ、と私が言いかけた瞬間、店員さんが親子の席に注文を取りに来て、ハンバーグセット一つと、お子様ナポリタン二つ、以上でよろしいでしょうか、と言った。あれ、いない。立って怒っていた鬼の形相の男の子がいない。よく見ると、店員が運んできた水は三つ。母親と女の子と座っている男の子の前に置かれた。私はまるで正気を失っているようにうつむいたまま、静かに座っている男の子を見て分かった。さっきまで落ち着きなく動き回っていた男の子は、静かに座っている男の子の生き量だったのです。本当はいろいろ触ったり、いたずらしたい子供ならではのわんぱくな行動を母親が厳しく制し、その心を強く抑え込んでしまっているため、男の子の自由に遊びたい思いが生き量となって飛び出したのでしょう。不思議と恐怖はなかったものの、その後も一切話すことなく静かにナポリタンを食べていた男の子のことを思うと、私は今でも少し心配な気持ちになります。あら、二人とも顔色がどうですか？涼しくなったそうね、ポツンでもさ、生き量って見たことあります、うん、私はないと思います。はい私も何にも見えません。霊感はない方で？ない方だと思います。思うというのは？いや、それはどういうのがあって、うん、どういうのがないかがわからないので、種類がわからない、うん、あるとないもわからないです。はい、チカさんもないんですか？はい、私もですね、何にも見たことないです。音楽やってらっしゃるじゃないですか、はい、そうするとちょっと音楽にこう誘われて寄ってきたりとか、うんうん、そうなんですよ ね、集まりやすいなんていうことは聞くんですけれど、はい、私自体は見えなくて、はいはい、見えている人たちも中にはいるみたい、うん、そんな環境は、はい、時々ありますね。うん、そうなんですか。見える方っていうのは、はい、ちゃんと見えるらしくて、うん、本当に強いパワーの方は生きてるのか亡くなってるのかがわからないと言いますよね、幽霊を見た時に。なるほど、はい、ただなんとなく実は私も生き霊を見る性質があるんですけれども、うん、そんなに数は多くないんですけど、
生き量の場合はなんかこうやっぱりちょっと普通の人間じゃない感じがするんですよね。のつまり、うん、あのこの男の子の話で言うと目の前で見てる普通の男の子と、はい、生き霊として抜けてきた男の子の顔って多分ここにも書かれてるように違うんですよね。あの同じ顔の形はしてると思うんですけど、うん、表情とか感情がもうそもそもこう持ってる魂が違うので、うん、私も実は何回か見たことがありまして、うん、知ってるお顔なんですけど、でもいつも知ってる方のお顔ではなくて、ちょっと苦しかったり悲しかったり何か恨んでたりとか、とちょっとこう獣化してるというか、ちょっと人間ではないようなあの動き方をしたりっていうのに、後からふっとあれなんであの人ここにいるんだろう、うん、っていう感覚で、うん、いるはずないよねで後で気づくことの方が実は多くてですね。だから水子さんなんかないと思うっておっしゃってましたけど、うんうんうん、あるかもしれない、まあ本当にね、はい、それは言えますよね。そう、どういうのがあってどういうのがないっていうことが分からない。 A プランはこちらです。うん、なんていうかこのお話だと、はい、すぐ隣にいる感じでしたけど離れているケースもあるの？どうなんでしょうね。ここにいるはずがないって思う人がいるっていうことは、はい、その本体っていうか、はい、生きてる方は別にいるんでしょ？離れてるんだ、はい、うん、私はこう仕事場でやっぱり見ることがあって、その方は絶対私の仕事には来ないはずの方ですよね。一般人というか、うん、同じ仕事してる方ではないので、うんうん、見ちゃったりしてね、あら何かあったのかな。まあ、つまりなんかこうよく聞くのは生き霊っていうのはその生きている そもそもの方がちょっとパワーがこう減ってきて元気がなかったり悩んでたり何か苦しい思いがあってそれがこう飛び出して出てきちゃうっていうことがあるようですから、やっぱりふと生き霊に会った時にはあれこの方大丈夫かな、今元気にやってるかしらって思うようなことは私は多いですね。まあ、逆に言えば私たちだって、私だって元気がないとき、うん、私の生き霊が、はい、みんなのところに飛んでいくかもよ美津子さん。ねえ、なんか離れていてふと思あの人のことを思うみたいな時あるじゃないですか、はい、そういう時ってそういうことなのかな、あなんてねちらっと今思ったけどね、まあ、やっぱりちょっとねピンとなんかたまに全く関係ないというか関連のない方思い出したりとかはしますよね。ふーっと、うん、ふーっとね、うーんなんかまさに知らない世界っていう感じ、うん、私にとっては、はい、うんうん、私もです、うん、じゃあもうちょっと寒くなっていただきましょう、はい、あれは私がいつも司会へ入らせていただいている式場でのことです。その会場は司会台が三列車の一番後ろ側にあって、司会台の後ろには艶振る舞いが行われる会食室があり、お式の最中は仕切りが閉じられているのですが、まさか三列車が後ろの会食室にも来ていらっしゃるとは。その会場はまだできて数年の新しく綺麗な建物で、社員さんたちも若くてフレッシュな方ばかり、明るく優しいお別れのセレモニーが評判で、今日は悲しいですが笑って送って差し上げましょうという声をかけながら愛情いっぱいのご葬儀をする、そのエリアでも人気のご葬儀式場です。私たち司会者も故人様がどんな願いや感謝を抱き、大切な家族に最後何と伝えたかったかを心を寄せて、故人様のご生涯をご紹介させていただいております。ご葬儀、それはご家族やご親族ご友人方も故人様に対し伝えきれなかったありがとうやごめんなさいなど、さまざまな思いを故人様のお顔を見てお伝えできる最後の日。お式に来られた方やご家族の雰囲気を見ていれば、故人様がどのような生き方をされてきたのか、なんとなく
感じられるものでもあります。その日の故人様は99歳のおじいちゃん。男性にしてはご長寿を全うされ、ロビーには戦前丸坊主の子供たちが6人並んでニコニコしている白黒写真や、お世話になっていた施設でクリスマスや誕生日を祝っていただいた際の写真が飾られており、どの写真を見ても赤くて丸いほっぺにいつもニコッとした可愛らしい故人様の姿が輝いておりました。予想通りお通夜にはたくさんのご参列があり、おじいちゃんのご友人はすでに亡くなっているはいるものの、そのお子さん方がおじいちゃんに世話になったということで、すでに一般ご弔問のお席は満席となっていました。お通夜が始まり、司会者の私はひとまず無事に開式できてほっと一息をついて、その後のお式の流れを頭で描き整理していたところ、私の後ろ間仕切りの扉の向こうから男の人のひそひそ話をする声が聞こえてくるのです。お坊さんの読経が響く中、扉の向こうの声は少しずつ大きくなり、どうやら年配の男性が 4、5 人いるようで、お酒も入っているのか盛り上がっているようにも聞こえます。さらに耳を澄ませると、誰かの冗談に笑い声を上げ、誰かがしっと言ってまたクスクス笑ってるようにも聞こえる。私はすっかり受付に手伝いに入っていた奥見内さんがすでに酔っ払っていて盛り上がっているのだろうと思っていました。ご焼香の時間となり、右の席から左へ、前から後ろへとスタッフが誘導していく中、私はスタッフに、後ろにも参列者がいるから案内してくださいねと小さい声で伝えた。するとふと怪訝な表情をし、後ろには行かず、ご焼香が終わる際に戻る前のポジションへと戻っていきました。私は早く奥道さんをご焼香を案内しないとと思い、慌てて会場後方の間仕切りの扉を開けたところ、そこには誰もいませんでした。その時ふとさっきまで聞こえていた男性の話し声を思い出しました。たけちゃんはさ、あの時かけっこ一番で味が早かったんだよな。なな、これでまたみんな揃ったから、もう一度かけっこしねえからな。たけちゃん、故人様のお名前はたけし。その時私ははっきりと確信しました。99歳のおじいちゃんをたけちゃんと親しく呼び合い、笑い声を上げて冗談を言い合いながらお酒を酌み交わしていたその参列者は、おじいちゃんの古いお友達、先に旅立たれた旧友が、つい昔のように盛り上がっていた声が聞こえたのだと。貧しい時代を生き抜き99歳まで頑張ったたけちゃんを迎えに来てくださったおじいちゃんたちの声は、とても明るく穏やかで優しい気持ちになったのを、私は今でも鮮明に覚えています。はい、今度は寒くならなかった、うん、ね、寒くないです。ほっこりしました。なんだか良かったです。はい、どんどん二人がうつむいていくので具合は大丈夫かな。じっくりお話を聞いてました。じっくり噛んじゃって、はいはい、いえいえ、もう想像を膨らませながら今聞かせていただいて、本当に北小路さんならではのお話で、はい、本当ですね。番組に何回も出てきていただいてますけれども、うん、はい、生きることと死ぬことは一緒だよってずっとおっしゃってるじゃないですか、うん、はい、
ね、生きるっていうことをなんか考えさせられる、うん、私このお話聞いた時に、うん、長生きするって逆に寂しいじゃないですか、うん、どんどんこう親しいお友達が先に亡くなられて、まあ、下手したらもう自分だって早く死にたいけどそうそう死ねない中で一生懸命最後まで生き抜く、特にお年寄りのおじいちゃんやおばあちゃん、つらいを亡くした後なんかは寂しく過ごされてる方も多いんですけど、こうして生き抜いた先にお友達が迎えに来て酒盛りしてね、おい来たぞっつってじゃああの世でも楽しくやっかこっちだよなんて、もし迎えに来てくれるんであればなんかいいなって思いません？思う、嬉しい、嬉しいね、うんうん、結局生きてても亡くなってもその友達の絆というか関係は続くんだな、ね、あーそうか、うん、人を大切に思うことってこういうところできちんと亡くなった後もつながれていくんだなって思うと、うん、なんかやっぱり今生きてる時間を大事にね、うん、人と人を大事にして関わってやれることやって優しさも笑顔も与えながら一生懸命生きていくといいなって思えますね。ああそうですね、ああまた会えるんだなと思うと嬉しいですね、うん、そうですね、あの私なんかもあのご葬儀のナレーションの最後の時なんかはいつもそのつもりでお話をしてるんですよ、また必ずいつか会えるから、うん、今日だけはさようなら笑顔で行くねっていうような思いで、こうまるで居酒屋ののれんをこう分けながらね、じゃあちょいと行ってくれよまた後でねっつって行くようなイメージで故人様が旅立たれていただければ、またそれはそれで残された方々も優しい気持ちで見送ってあげられるのかななんて思いながらおります。そうですね、うん、みっちゃんと私でだいたい同じ年齢でしょ、だいたいね、うんうん、どっちが先か分かんないけどさ、先に行ったら待ってよねマジちょっとじゃあちかさんなんかもね、うんうん、もし先に行ったら、はい、こんなおしゃべりどころじゃなくて歌でも歌って、うんうん、いいですね、ほんとやばい、ここねスタジオ飲食禁止ですよねそうそう、ここでまだ現れられないからちょっと別のところで、うんうん、もうこの3人が放送すると、はい、あれ酒入ってんじゃないかっていうあの話になってるっていうね、はい、ことになってますけど、やばいですね、なんもないですね入室前に水をガブ飲みするだけですよね、うんうん、そうかそうか、楽しみです ね、 ね、なんかこうだからこう亡くなるとか霊とかっていうとついついこう怖さだけがついついね、うんうん、あの感じますけれども、うんうん、でも実際にはまあ怖さというよりは、うん、もちろんあってしかるべき存在で、うんうん、生きてたものが亡くなっただけで、うん、この世にはそういう魂というか志がいっぱいあるんだなって思うと、もし大切な方を亡くした方がねこれを聞いてたら、ぜひそばにねその方がいらっしゃると思って息つないでいただけたらいいなと願ってます、うん、はい、なんかよかったな、うん、本当にゾクッとしちゃうのかなって最初はね本当に怖い話苦手なので私どうなることやると先週あたりからね、今週はもう今日来なくていいですかみたいなことをおっしゃってましたよ、怖い話だったらどうしようかと思っていたら、うん、もうねからこう冷えるというかもう心が本当に温まるそんなやっぱり深い話だった、うん、あよかった、うん、北小路さんの話音楽で悪ふざけしちゃったから不思議ですね、でもねあの効果音聞くと、はい、うん、なんかね、なんだか涼しくなった、そうそうそう、今日めちゃくちゃねもう死ぬほど暑いですからね、はい、本当ですねちょっとなんかあの音楽はねやっぱ気分持ってかれますよね、うんうん、はい、でもいいお話聞けました、ありがとうございました、ありがとうございます。さあ後半戦もねまたじっくりとお話をお伺いしていきたいんですが、ここで1曲ブレイク、挟みたいと思います。今日この時間にお届けします曲は小田智美さんのこれが私の優しさですという、タイトルの曲をお送りしますが、みつこさんが選んでくれました。はい、これは谷川俊太郎さんの詩に小田智美さんがあの曲をつけた、演奏ピアノの演奏も歌も小田智美さんがなさっている曲なんですけども、これは私が多分人生で一番悲しかった時に大切な人から送られた曲なんです。いきなり今
忙しく働いて、さあ早く家に帰ろうとか、あどこかに子供をね塾に送っていかなきゃとか、慌ただしい日常のど真ん中にいる方にはこの曲はなんか入り込めないのかもしれないので、もしよかったら一回深呼吸をしてちょっとボリュームを上げて聴いていただけると嬉しいです。あのもしもこの曲があなたに必要になった時に、あなたの体のどこかがこの曲を覚えていて寄り添ってくれたら嬉しいと思います。はい、それではお届けいたします。小田智美でこれが私の優しさです。いらっしゃいませ。皆様に愛されて今年で23周年、栃木県鹿沼市のレストランアラボヌママンでテイクアウトメニューが始まりました。豚肉のブルーチーズとくるみ焼き、特製ドレッシングのサラダにデザートなどなど、人気定番メニューをリーズナブルなお値段でお持ち帰りいただけます。ママンの味をあなたのご家庭でも、詳しくはアラボヌママンで検索。この時間は今からここからお届けしています。ヒートノットラウンジ、そして番組応援団の皆様での提供でお送りしています。さあ本日のゲストの方、改めてご紹介させていただきます。ボイスコンシェルジュ代表、北小路美希さんです。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は番組59回目ということで、まあ、ちなみまして極陽について、ね、前半もたっぷりとお話をいただきまして、怖い話かと思いきや、なんとも心温まるお話だったと、うん、いうことでしたけれども、はい、後半戦もねちょっと極陽ということにちなんだお話をお伺いしていきたいんですが、はい、まずあの斉藤からちょっと質問なんですけれども、はい、そもそも人は亡くなるとどうなるのか、この辺をちょっとお伺いしたいなと思います、ね。はい、生きてる人間は一度は考えますよね。自分が死んだらどうなるのかななんてね、まあわからないというのが一番のお答えかと思うんですけれども、まあ、ご葬儀式に携わらせていただいているので、ちょっと一般的なお話としまして、仏教の教えではそもそもご葬儀とは個人とのお別れを惜しみ、そして死後の幸せを祈る儀式という考え方なんですね。お坊さんがお釈迦様と個人様との橋渡し役を務めて、個人を悟りの世界へ導き、個人はその後いつまでも仏様の世界から私たちを見守ってくださる存在になるというのが仏教の考え方です。また戒名ってありますよね、あちらなんかはお釈迦様のお弟子さんになるために、仏様になる修行の方法を守る約束をして、戒律を守りますよというお約束を得て、あの世でのお名前をつけていただく、それが戒名ということなんですね。亡くなってから7日ごとに人間でいう裁判が行われて、その都度生前の煩悩を捨て、罪や過ちと向き合いながら消滅して、いわゆる三途の川っていうんでしょうかね、渡って、宗派によっては浄土真宗などはすぐに仏様になれるんですけれども、他の一般的な宗派は49日をかけて仏の道に入ると言われています。よって亡くなる一般的なその宗派では初なのか35日49日と近い方々が集まってお経をあげていただき極陽するというのが一般的ですね。また最近多いのは神式、神社の宮司などが来られてお祭りしてくださるんですけども、神式では亡くなると神様におなりになるという考えになってます。亡くなった方はその家の家神様となって、我が身のない後も家を守り、家族を守ってくださる存在となるということなんですね。他にも様々な宗教がございますけれども、亡くなったらどうなるかという考え方はそれぞれ違うんですが、少なくとも亡くなってもずっと残った家族を見守ってくださる尊い存在になるということは間違いないというところですね。最近ね、神式って増えてきまして、はい、多分10年ぐらい前はもう 95% が仏式だったと思うんですけれども、うん、10% ぐら
会が新式にだんだん増えてきまして、はい、まあ、どちらかというと私たち日本人新式で馴染みがあるのは赤ちゃんが生まれた時、うん、お宮参りとか、うん、あと七五三なんかでね、うん、玉串をぐるっと回して二礼二拍手一礼をするお祭りになりますが、うん、お葬式でも全く同じように行われるので、ちょっと日本人の感覚としてはお祭りのようにお祝い事のように見えるんですね、うん、ただご葬儀はちゃんと故人様生前の生きてきた道をご紹介、祝詞でご紹介し、うん、このあと発給祭祀といいまして、あの世に行きますよ、出発しますよなんていうのもお言葉で述べていただくということで、うん、またちょっと七五三とはまた違う、うん、作法で進んでいくわけなんですけれども、うん、新式ってまあ、私たち初詣なんかもね神社に行くので、どちらかというと逆に馴染みがあるというかやってみるとですね、でまた考え方として家神様になるというところもまあ人気の一つというか、まあ仏教と神式どっち選ぼうかっていう時にそれぞれの考え方のポイントになる方もいらっしゃるようです。なるほど、はい、そのどっち選ぼうかっていうのが日本人ならではですよね。そうですね、そもそも菩提寺があって、うん、ご先祖様が代々続いてるお墓がのあるお寺さんにがあればもう間違いなく仏教を選ぶ方が多いと思うんですけれども、うん、はい、今やはり少子化となって継ぐお墓もないとなった時に、うん、じゃあどうしましょうかっていうところで神式を選ぶ方も多いようですね。なるほど、うん、でね、まあ正直人が亡くなったらどうなるのかは生きてる私たちは誰もわからないっていう中で、ただ人が亡くなったらどう思うのかっていうのは生き残されてる私たちならではの思いだと思うんですが、まあ、光子さんなんかは大切な人を失ったことが終わりかと思いますが。そうですね、この番組でも何回も話してるんですけど、私は人工透析をしてた男性と仲良く友達でいまして、まあ、透析をしながらね、自分が明日はその我が身で朝起きた時に目が覚めないかもしれないって、次は自分かもしれないってずっと言ってたのを私はもう何年も聞いてて、その時がね突然やっぱり訪れたっていう経験があるんですけど、彼はまあ48歳で亡くなったんですけどね、はい、でその透析になった理由っていうのがやっぱり自分の生きてきた過程ですよね。食べ方とか生活習慣とか生き方、もう自分のようになるなってみんなに言ってたんですよ。もう本当に顔を合わせた人に自分のようにならないでくださいって手当たり次第言ってるような人でした。その彼の生き方を見てるから私がその今ラジオをやってるのは彼と一緒にやってるんだっていう思いが強くあるんですよね。彼が亡くなった知らせを受けたのが満月の晩だったんですよ。だから今でも満月を見るとみっちゃん、まだみっちゃんには体があって声があるんだからしっかりやりなって言ってるように本当に思います、うんうん、彼がそういうふうに生きてたからなんですよね。もうこの目の前のねオリオン通りの夕方のすごく買い物客で混んでいる時に、まあ、男子高校生なんかがねこう 2、3列になってわーなんて自転車を乗って降りずにね乗って漕いでるのを見ると、前にお年寄りが歩いてたりなんかするともうハンドルをガッて掴むんですよ。お前ふざけんなっつって、うん、駅のエレベーターなんかでもね、あエスカレーターなんかでもね、まあ今はそれが当たり前になってるのかもしれないですけども、片側を開けてダダダダダと歩いて上がっていく人も降りていく人もいますよね。その前に年配の方が立っていらっしゃったりすると、もうその彼はど真ん中に立ってそこをガーンと動かないんですよ。それが正義っていうか正しいって思う人も思わない人もいるかもしれないけど、
本当に自分も見ててヒヤヒヤしますよね。本当にちょっと当たっても転げ落ちてしまうように立ってるお年寄りっていらっしゃいます、はい、彼はもうその時に真ん中をドンと動かないんですよ。後ろから急いでる方がいても動かない、そういう生き方の人でした。だから、うん、体があるうちはみっちゃん思いっきりやんなって、後悔のないようにやんなっていつも言われてるなと思っています。だから彼の魂はね、うん、私の中で生きていると思いますよね。何年前ですかね。もう3回忌やりましたからね。あ、そうですか、うん、とてもありがたいというか、その方は生きてるうちから生きるってこういうことだよっていうのを光子さんに教えてくださって、またこの世を旅立たれてからも光子さんに君の生き方こうでいいんじゃないって言ってくれてるような、そんな強さを感じますね。うん、そうですね。でも透析になる前にその急性腎不全で命のその生きるか死ぬかってなった時に、彼は大工さんの棟梁だったんですよ、うん、神社寺社仏閣もやるような腕のある方で、で透析になればもう本当に生きるか死ぬかでしたから、家族から見放されちゃったんですね。正直その収入っていう面でもいろんな意味でも、もうあなたはもういいみたいな、で誰もお見舞いに来ないような、そういう感じで、その時に私の友人が生きてほしいって言ったんですよね。それで命をつないで、透析で命をつないで、で、うん、でも家族から見放されたけど、たくさんの友達に囲まれて、それでもあなたが好きです、それでもあなたの生き方が素晴らしいと思いますっていう人たちに囲まれて生きて、最後のその死ぬ前の数年っていうのが、自分は今一番幸せだってそう言っていました。うん、さっきまで人は亡くなったらどうなるのかなというお話してましたけど、うん、なんか今のお話を聞いていると、うん、人が亡くなる時に生きてる私たちにいろんなものを教えてくださって導いてくださってるような、うん、そして私たちが忘れない限りずっと導き続いているというか、うん、導いていただいているんだな、そんな思いがあふれますね。そうですね。でやっぱりさっきの曲でも、それほど強くなっていいですかっていう歌詞があるんですけど、いっぱいもらってるなと思いますよね。乳がんの先輩、私にバトンをつないでくれた乳がんの先輩も、いろいろなやっぱり 死を目にしてきた先輩方も、私にいっぱいくれてる、こんなにいっぱいもらってるのにまだまだ弱虫でこんな弱虫でもいいのかなって思いながら頑張る、それかないや強く生きてる人間なんかいませんよ、うん、本当にその手術の前の日に、前の日っていうか前に無事に生きて健康を取り戻せたらこれをやろうっていう10個の目標を書いたっていう中で、一つずつ本当に簡単なものから、あの人に会ってお礼を言おう、あの景色をもう一度見たい、一つ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 って叶っていくことが本当に嬉しかった、うん、でも多分一生かけてこれをやっていこうっていうことは多分道半ばなんですよ、うん、ずっと、うんうん、でもそれでもそこに向かっていくことが幸せなのかなって、うんうん、やりたいことがあるだけで幸せじゃないですか。そうですね、やることさらに達成できてるって、うん、生きてる証拠ですよね、うん、そうですね、うん、もうちょっとでお盆ですね、はい、まあ、地域によってはお盆って7月13日からの地域もあるようですが、この辺りでは8月、今年では13日からになると思うんですけれどもね、うん、
13日には亡くなった方が家に帰ってくる、うん、だから迎え日と言いまして、はい、提灯つけたり明るくして、うん、14、15は亡くなった方がお家にいらっしゃる、うん、そして16日は午前中いっぱいまでお家にいて夕方暗くなる頃からまた戻っていくというのがこれからのお盆ですね、うん、しかし今年はコロナなんかもあって、はい、帰省できない方もたくさんいらっしゃる、うん、いますけれども、まあ、供養って字をこう書いてみると共に養うという漢字を書きますよね、はい、特別なことじゃなくていいと思うんです。本当のご供養っていうのはいつまでも心の中に亡くなった方と一緒に生きていくことなんだと思うんですよね。毎日じゃなくてもいい、もう毎日365日ずっと思ってなくてもいいんだけれども、ふとした時にその大切な亡くなった方を思い出して差し上げる、あるいは何かあった時にあの人だったら何て言ってくれるかなとか、どんな顔で私見てるかなって思い出すだけで、それがご供養であり、故人様がいつまでも大切な皆さんの心の中で生き続けられることにもなりますから、離れていてももしお墓に手を合わせることができなくても、ちょっと例えば亡くなったおばあちゃんのお好きなおまんじゅうを一緒に家で食べてみるとか、思い出しながらおばあちゃんの好きな歌を歌ってあげるとか、はい、そんなお時間の過ごし方でね、これからのお盆をそれぞれの大切な方を思い出しながら共に生きていただけたらなと願っております。はい、そうですね、なんか1話目の、うん、技量っていう魂の話があったじゃないですか、はいはい、それと最後こう合致したような気がしました。魂はねやっぱりねそれぞれみんな持っていて、はい、また亡くなった方 も持ち続けてるものだと思うんですよ、うん、そしていつかその魂がまたどこかで会いたいね、あの世でも会いたいねって思った時に生まれ変わって、この世で前世は恋人だったかもしれない、お友達だったかもしれない、今世は何なのかなっていうような形でいろんな巡り合わせでこの世まで続いてるご先祖様のお力っていうのはあると私は信じてますね。なんだかこの1時間はとっても救われるような思いでお話を聞かせていただきました、うん、はい、私もちょうど祖母が昨年秋に亡くなりまして、はい、今年が2本なんですが、はい、アラボンって言うんですかね、うん、はいはい、なんですがコロナの影響でなかなかちょっとね、行くことが叶わないので、うん、はい、今ここにね自分がいる場所で、うん、はい、供養、おばあちゃんのことを思い出しながら過ごしたいと思います、はい、ありがとうございます。メッセージが届きました。最後にじゃあこちらご紹介して、お別れしたいと思います。ラジオネームこの花咲愛姫さん、皆さんこんばんは。こんばんは。生きること死ぬこと、私も小さな頃から自分が死んだらこの気持ちはどこに行くんだろう、天国ってあるのかなと考えていました。私も光子さんのように亡くなった方に守られていると感じることがたくさんあるので、そんな風にもし自分がこの世からいなくなったとしても誰かの心の中で魂が生き続けられるような、そんな生き方がしたいです、ということで、素敵、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まとめていただきましたね。またぜひ北浩二さんにお越しいただけたらと思います、はい、何より番組59回目、はい、ここまで本当に、ね、うん、頑張りましたね、光子さん、はい、さあ次回から60回目、はい、そうだよ、ぜひ、ね、はい、頑張って頑張ろう、はい、ありがとうございます。本日お越しくださいましたのはボイスコンシェルジュ代表の北浩二美希さんでした。ありがとうございました。良い夏休みを。うん、エンディングは池田信也さんのアメージンググレイスを聞きながらお別れいたします。心、体、健康、綺麗、情報番組今からここから、ありがとうございました。ありがとうございました。